皆さん、今年はあの沖縄戦が終結してから70年連盟です。私はあの沖縄戦最後の激戦地となった糸満市の出身です。あの沖縄戦、私たちは忘れることができません。二度と再びこの戦争の悲劇繰り返そうてはならない、そういう思いで私たち県民はこれまで頑張り続けてきました。しかし沖縄の現状は、この沖縄に実に全国の 74% の米軍基地が置かれ、基地がある上に70年間私たちは県民の命や暮らし安全が脅かされ続けてまいりました。皆さん、私はこの糸満市で起きたあの金城豊さんで起殺事件、米兵の横払い運転に金城豊さんが糸満で歴史を脱走されました。そしてこの米兵は無罪を言い渡されて本当に帰国いたしました。私たち県民の意志、命は失われはない、断じて許せない。あの歴史事件が起きたこの現場で私たちは座り込みをし、この沖縄戦の実態を訴えていかなければならないということで、ここまで私たちは戦い続けてまいりました。しかし今沖縄の現状は、いまだに私たち県民の命や暮らし安全が脅かされ続けるというこの事態であります。皆さん、しかも今この辺野古に新たな基地の建設を強行しようとする、断じて容認することはできません。皆さん、私はこの官房長官との会談で、この辺野古に新たな基地は断じて作らせない、これが県民の民意だということを誇りと確信を持って訴えました。私たちはこの小長知事とともに、この辺野古に新たな基地を作らせない、この県民の願いと思いを一つに、全国に、そして全県に、全国に国際的にも大きく発信をして、断じて辺野古を移設、断念まで皆で力を合わせて頑張り抜いてまいりましょう。私たち県議団も全力で頑張ります。